はい、もうすぐ接触します。そうです、接触します。使います。まさに激突寸前、日本の調査捕鯨船に迫るシーシェパードの船。はい、今ランチャーで何か発射しました。ランチャーを使って逆進機を追跡機を瓶の中に入っているのは皮膚を腐食させ目に入れば失明の恐れもあるという酪酸。この攻撃で日本の船員3人が負傷しました。まあ、なんとか失明は取り留めたと。そこまでやるかということで、まあ、大きな怒りでいっぱいですね。ますます凶暴さを増すシーシェパードの攻撃。はい、衝突します、衝突します。今衝突しました。 Get a picture of that. Bang. Here it comes right now. Look at that. さらに危険なレーザー攻撃。船の前でヘリが超低空飛行し、スクリューに巻きつけようと海中にワイヤーまで。やりたい放題のシーシェパード、その代表者を直撃すると、 the claim that we threw acid at the whalers is ridiculous because it's rotten butter. It's not acid. Nobody was injured. It's a lie. 一方、水産庁はこれまでも投げ込まれた中身を調べたところ酪酸と確認されている、今回も酪酸だと思っているとしています。そんな中、クジラに続くシーシェパードの新たなターゲットが明らかに。それはこちらは地中海で獲れたクロマグロです。シーシェパード側は次は地中海のクロマグロ漁を妨害すると宣言しました。We're going to the Mediterranean after this campaign to protect bluefin tuna, which are an endangered species. So we will be going after illegal tuna fisheries, people who are catching tuna illegally and disrupting their operations. とろけました。脂がのってて美味しい。世界のクロマグロの8割を消費している日本。実はその半分を占める大西洋と地中海で取れるクロマグロは乱獲による減少が指摘されており、ワシントン条約に基づく国際取引の禁止が提案されています。そこにシーシェパードが、マグロの扱いの中の9割以上が地中海産を使っております。品質とあと価格のバランスがいいっていうのが一番ですね。正直困りますね。はいはい、今のところこのクロマグロの捕獲というのは全然違法ではないわけですよ。ただいつもこうやって正義の御旗を振りかざして、もう環境という名のこうなんていうの、正義の御旗を振りかざしてやってること、本当テロリストと同じっていうのは本当に腹立ちますね。国際条約に沿って日本の船舶が活動しているのが、妨害をされた上に被害まで出た、これはね、もうシーシェパードの問題じゃなくてね、日本の国の問題だと思うんですよ。これはね、大いにこの憤ってますっていうだけで何もしないっていうのはね、国家としての責任全く果たしてないと思うんですよね。ですからね、やっぱりこれは国としてね、シーシェパードに対して、シーシェパードの先制国に対してね、なんかしなきゃいけない、しなかったらね、国の責任果たしてないですよ。本当そうですね。はい。